なんかよくわかんないですけど、早稲田でなんか大学でなんかこう学園祭みたいになってたんで、お昼ご飯学園祭で食べます。これ芋煮みたいですね。はい、いただきます。うん、玉子うまいですね。からしがついてうまい。こういうのあるんですね。なんか地域の人との交流会みたいなね。これ里芋、うん、うん、すごい豪華ですね。これ醤油ベースのやつで、てか牛肉めっちゃ多いですね。例年は忙しくてコロナだったのとかであんまり来れなかったんですけど、普通の大学の学園祭と違っては11月の頭みたいですけど、卒業生と現役生とでやってるみたいな感じですね。うん、うまい。お疲れ様でした。